コスタリカ共和国、ラプーブリーカでコスタリカ国の標語、ナシ国家、高貴な古国、美しき旗コスタリカ共和国、通称コスタリカは、中央アメリカ南部に位置する共和制国家。北にはニカラグア、南東にパナマと国境を接しており、南は太平洋、北はカリブ海に面している。首都はサンホセである。1949年に常備軍を廃止する。 憲法を成立させ、常備軍を持たない国となったが、同じく憲法によって、非常時徴兵を規定している。シリア、ウルグアイとともに、ラテンアメリカで最も長い民主主義の伝統を持つ国であり、中央アメリカでは、例外的に政治的に安定が続き、かつ、経済状態も良好な、中米の楽園と呼ばれるほどの国家であったが、1990年代以降は、麻薬の横行により、 治安の悪化と社会の不安定化が進行している。正式名称はラプーブリーカでコスタリカ。通称コスタリカ。公式の英語表記はリパブリック・オブ・コスタリカ。通称コスタリカ。日本語の表記はコスタリカ共和国。通称コスタリカ。国名のコスタリカが一つずりの単語ではないため、コスタリカやコスタリーカと表記されることもある。 コスタリカとはスペイン語で豊かな海岸の意味であり、クリストーバルコロンがこの地に上陸した時に遭遇したインディヘナが金細工の装飾品を身につけていたことからこの名前がついた。詳細はコスタリカの歴史を参照紀元前900年から紀元前300年頃の遺跡が確認されている。メソアメリカの一部であり、チブチャ系民族や ナウアトル文化の工作する地帯であった。13世紀までには新館を中心とする階級制社会が築かれていた。その後はステカ帝国に服属し、緩やかな支配を受ける形で中央アメリカと南アメリカの交易の仲介地点となった。また、カリブ人も定住していた。16世紀初め頃には約40万人の先住民が居住していたと推測されている。 17世紀末の教会やとスペインによるアメリカ大陸の植民地下も参照1502年9月18日、クリストーバルコロンがリモン湾付近に上陸し、ヨーロッパ人として初めてこの地にラ来した。1524年、征服者フランシスコイルナンデス・デコルドバにより、内陸部もスペインの支配下に入った。1538年にパナマ市のアウディエンシアの管轄下に置かれ、 1542年に、ヌエヴァ・エスパーニャ副王領の開業制組織だった、グアテマラソー特領の辺境の地として編入された。1564年に、中央お盆地にカルタゴが建設され、以降独立までコスタリカの政治と経済の中心となった。征服の過程での薬病などにより、先住民人口は17世紀初頭には約1万人になり、 労働力や金銀等の鉱物資源が足りなかったためにスペイン人入植者の数は少なくコスタリカはスペイン植民地の再辺境の地として孤立したカカオプランテーションが築かれ時折海賊の襲撃があったものの植民地時代に大きな変化はないまま時を過ごすことになるまた時期は定かではないが中央アメリカで最も早く19世紀初頭までには 確実にコーヒーが持ち込まれていた。中米連邦の擁護者、フランシスコ・モラさん。1842年にコスタリカ大統領になり、中米連邦最高のための遠征の順近代における世界の一体から天アメリカ諸国の独立も、参照1789年にフランス革命が起こり、ヨーロッパの正常が不安定になると、その影響はインディアス植民地にも及んだ。 1808年に、ナポレオンのフランス軍が、スペイン本国に侵入、国王フェルナンド7世を退位させ、フランス皇帝、ナポレオン・ボナパルトの兄、ジョゼフ・ボナパルトが、スペインを補正一世に即位すると、スペインでは反フランス暴動がやがて、スペイン独立戦争へと発展し、インディアス植民地は義王への忠誠を拒否した。その後、各地のクリオーリたちが、 ラテンアメリカ解放のために立ち上がり、メキシコでミゲルイダルゴとホセ・マリア・モレーロスらによって、南米大陸でシモン・ボリーバルとホセ・デ・サン・マルティンらによって解放戦争が続けられ、多くの共和国が独立を果たすと、中米でも1821年9月15日にグアテマラ総官僚は中央アメリカ連合州として独立した。この国家は1821年9月16日に、 独立したアグスティン・デイトゥルビデ皇帝の第一次メキシコ帝国により1822年に他の中米諸国と共に併合された。しかし1823年のメキシコ帝国の崩壊に伴ってチアパス州を除く旧グアテマラ総官僚の5州は再び中央をアメリカ連邦として独立した。コスタリカ州代表だったフアン・モラ・フェルナンデスは連邦への積極的な加盟を 進めたが、この過程の中で、それまでコスタリカの中心だったカルタゴが、内戦の末に、サンホセ軍に敗れたため、以降サンホセが、コスタリカの中心となった。連邦においては、エルサルバドル出身のマヌエルホセアルセが、中米連邦初代大統領となるが、自由主義者のフランシスコ・モラさんをはじめとする、エルサルバドル派と、保守主義者のラファエル・カレーラをはじめとする、グアテマラ派の内戦の末に、 1838年に諸州が独立を宣言して中米連邦は崩壊した。リバスの戦いで活躍したマクシモ・ブランコ将軍。1839年にこの地もコスタリカ共和国として再独立を果たした。その後1842年にホンジュラス出身の元中米連邦大統領フランシスコ・モラさんが大統領となり中米連邦最高のために ニカラグア進行を企てたが、同年に、モラさんは暗殺された。1856年、隣国ニカラグアで、アメリカ合衆国南部人の傭兵隊長、ウィリアム・ウォーカーが大統領となった。中米四国は、ウォーカー排除を決意し、このウォーカーの率いるニカラグア軍との国民戦争において、コスタリカ軍は、反ウォーカー派だった、イギリス。 アメリカのバンダービルト財閥などの支援を得て、中米連合軍の中で主要な役割を果たした。同年4月には、リバスの戦いで、ウォーカー軍を打ち破った。なお、この戦争で壮絶な戦死を遂げたムラートの鼓兵、フアン・サンタ・マリーヤは、現在も国民的英雄となっている。国民戦争後、1870年に自由主義者のトマス・グアルディア将軍が、 クーデターで政権を握った。グアルデアの主導により、一員制議会と強い大統領権が認められた1871年憲法が制定された。以降1948年までのコスタリカは、基本的にこの路線に沿って発展することになり、ラテンアメリカ全体でも得意なコスタリカの民主的な社会が成立する素地となった。1882年に、 グアルディアが死去してからは自由詳細はバナナ戦争及びユナイテッドフルーツを参照1870年代から始まった自由主義の時代にそれまでと同様に主産業だったコーヒープランテーションが拡大されコーヒーを基盤で経済が発展し1890年には輸出の80%がコーヒーとなっていた。ただしコスタリカの土地所有形態は 植民地時代からの中小独立自衛農民による中規模土地所有が主体であったため他の中米諸国やブラジルのような大プランテーションは発達しなかった。またコスタリカは中米で最も早くコーヒー栽培が開始されたためコスタリカを通してグアテマラエルサルバドルにコーヒーの生産技術が伝播することとなった。この時期に ブエノスアイレスやカラカスをはじめとする他のラテンアメリカの多くの国の首都がそうなったようにエリートによって首都サンホセはパリ風に改造されカリブビクトリア朝を真似た邸宅が立ち並んだまた内陸部からのコーヒー輸送のためにアメリカ人のマイナーシーキースによって鉄道が建設され積み出し指向としてカリブ海側のリモンが発展した 鉄道建設の負債を補うために1871年にパナマ地境からバナナが導入され、キースはその後、熱帯ウリンを切り開いた跡地でのバナナのプランテーション栽培に力を入れた。バナナはそれまでの主産業だったコーヒーを抜いて1905年頃には輸出の60%を占めるに至り、1899年にキースにより設立されたユナイテッドフルーツ社は、 中央アメリカの事実上の支配者となった。20世紀に入ってもコスタリカはバナナとコーヒーのモノカルチャー経済の下で発展が続いたが第一次世界大戦による輸出収入源により1916年に所得税が導入されると1917年にフェデリコ・ティノコ・グラナードス将軍がクーデターを起こすがアメリカの圧力により1919 19年に独裁制は崩壊した。 1921年には、アメリカの支持のもと、隣国パナマとこと戦争を起こし、パナマから領土を得た。1929年の世界恐慌は、コスタリカのモノカルチャー経済に大打撃を与え、コーヒー価格の低落のために社会が不安定化した。1936年の大統領選挙では、国民共和党からファシズムに傾倒したレオン・コルテスが、大統領になった。なお、 1935年に、堀吉高発、大中コスタリカ日本公使が着任し、日本との間で正式に外交関係が成立した。1940年に行われた大統領選挙では、社会民主主義のカルデロン・グアルディア政権が誕生し、グアルディア政権は内政では、労働法の制定や社会保障の制度化、 コスタリカ国立大学の創設など労働者や中間層よりの政策を進める一方で外交では1941年の新珠湾攻撃により太平洋戦争が勃発すると合衆国に先駆けて数軸国に宣戦線復刻し適正国民となったドイツ系地主の資産が接収された1944年の大統領選挙では テオドロピカード・ムチャイスキが大統領に就任した。1948年の大統領選挙は、与党のカルデロンと野党のオテリオ裏手の一騎打ちとなり、開票の結果裏手の勝利が確定したが、与党はこの選挙結果を無効とした。こうした中で、グアテマラ大統領フランホセ・アレバロの支援を受けた、野党のホセ・フィゲーレス・フェレールによる反乱への準備が進んでいった。 中米紛争解決に尽力したオスカルアリアス・サンチェス大統領1948年の大統領選挙の結果が不正であることが明らかになると野党のホセ・フィゲーレス・フェレールが反乱を起こしコスタリカ内戦が勃発した6週間の内戦の後にフィゲーレスは政府軍を破って勝利した翌年1949年憲法が施行されると カルデロン前大統領派が多数を占めていた常備軍は廃止され、それまで軍の担っていた役割は警察に移管された。フィゲーレスは民兵や予備役兵を組織し、犯行を防いだ。また、女性や黒人の政治参加も認められた。この常備軍廃止により、コスタリカはイコータのラテンアメリカ諸国で繰り広げられたような軍事クーデターは起こらなくなった。 1953年の大統領選挙では、フィゲーレスの国民委員会報道が勝利し、フィゲーレス政権は、兵士の数だけ教師を合い言葉に、軍事予算を教育予算に回し教育国家に転換した。1955年1月、元コスタリカ大統領だったテオドロ・ピカード・ムチャイスキの息子、ピカード2世が再びソモサに支援された傭兵軍と共に、 ニカラグアからコスタリカに侵攻してきた。陸空およそ1000人ほどのピカード二千軍はいくつかの都市を攻略したものの、コスタリカ武装警察の反撃と OAS の仲介により同年2月に停戦し、進行軍は武装解除した。このようにして国難を乗り越えると1949年憲法による政治の安定が国家の成長を助け、コスタリカ経済は この時期に伝統的なバナナ、コーヒーの輸出に加えて、外資による工業化をも達成することになった。1960年に中米共同市場が発足すると、コスタリカは中米四国に遅れ、1965年4月にドミニカ共和国で内戦が起き、リンドン・ジョンソン大統領が反響を掲げて、アメリカ海兵隊を主体とした軍をドミニカに派遣すると、 コスタリカもブラジル軍を主体としたドミニカ占領軍に警備隊を派遣した。国家としては反響でありながらも、このような事情からニカラグアのソモサ王朝を嫌っていたコスタリカ人は1978年にサンディニスタ民族解放戦線が全面放棄するとこれを全面的に支援し、ニカラグア革命を支えた。その後サンディニスタ内での路線対立により、 FSLN の司令官だったエデン・パストラが亡命すると、パストラを司令官にして、コントラの一派民主革命同盟が組織され、コスタリカはアメリカによる対ニカラグア作戦の基地となり、中立原則も一時由来だ。1983年には、ルイス・アルベルトモニエ大統領が、コスタリカの衛生的、積極的、非武装的中立に関する大統領宣言を行っている。 ところが、1986年に、モンエ大統領を破り就任した、アリアス大統領は、アメリカの対ニカラグア強行政策に追随することを、よしとせず、アリアス大統領によって、国内のアーダの基地は撤去され、さらに、中米紛争そのものの解決のためにも尽力した。この中米は平実現のための努力に対して、アリアスには1987年、 ノーベル平和賞が与えられた。1990年の大統領選挙によって、中道右派のキリスト教社会連合党から、ラファエル・アンヘル・カルデロン・フルニエルが、大統領に就任した。1994年の大統領選挙によって、中道左派の野党国民解放党から、ホセ・フィゲーレス・フェレールの息子、ホセ・マリア・フィゲーレスが、大統領に就任した。 1998年2月の大統領選挙によってプスックのミゲル・アンヘル・ロドリゲスが大統領に就任したがロドリゲス大統領はメキシコの実業家カルロス・ハンク・ゴンサレスからの不正献金を受け取っていたことが1999年にスキャンダルとなった2001年の9.11テロ後はアメリカのアフガニスタン攻撃を支持した2002年の大統領選挙によって ブプスクからアッペル・パチェコが大統領に就任した。パチェコ大統領はアフガニスタン攻撃に続いて2003年3月のイラク戦争開始にあたってアメリカのブッシュ政権を支持する声明に署名した。これは常備軍を廃止した同国の平和憲法の精神や国際法に違反していると当時コスタリカ大学の学生が最高裁憲法法廷に提訴した。 翌2004年12月に最高裁が大統領の声明を無効とし支援国のリストから外れるように命じた。しかし政府は支援を停止することはしなかった。また、同年カルデロンとロドリゲスの2人の元大統領が汚職によって逮捕された。2006年からは再任したアリアス大統領が大統領職を務めた。2010年2月7日、 大統領選挙が行われ国民解放党のラウラ・チンチー・ジャゼン副大統領が大差で当選し、コスタリカで初の女性大統領となった。なお2位は市民行動党のソリス候補、3位は自由主義運動のゲバラ候補と続いている。第50代ルイス・ギジェルモ・ソリス大統領詳細は、コスタリカの政治を参照コスタリカは大統領を原首とする共和制国家であり、 行政権は大統領に属している。大統領は任期4年で連続の再選は禁止されている。立法権は一員制の立法議会に属し、議員定数は57人、任期は4年である。国会議員も連続再選禁止である。投票権が与えられるのは18歳からである。大統領選挙においては、得票率が40%以下の場合は、決選投票が行われる。 司法権は最高裁判所に属している。現行憲法は1949年憲法である。主要政党には、国民解放党、市民行動党、自由主義運動、キリスト教社会連合党などがある。詳細は、コスタリカの軍事及び、公安部隊を参照コスタリカは19世紀、依頼大規模な軍縮を行っており、中米最大と言われたコスタリカ軍は、 内戦時にはわずか1個大体にまで減少していた。1947年の内戦に勝利したホセ・フィゲーレス大統領は1948年憲法により常設軍を廃止している。これはカルデロン前大統領の勢力復活を抑える効果があり、また政治勢力としての軍部の拡張や隣国ニカラグアの作動を抑える効果があった。一方でフィゲーレスは 予備役兵や民兵を訓練し自らの権力を保持しようとしている。しかし、この非武装政策は、有事の際に国家及び国民が、外勢力からの侵略に対して、無抵抗を感受することを認めたものではない。コスタリカ共和国憲法第12条では、大陸間協定により、もしくは国防のためにのみ、軍隊を組織することができる。 都市、集団的自衛権の行使や自衛権の行使などの非常時には軍隊を組織し、徴兵制を敷くことを認めている。しかし、有事となってから臨時に民間人を訓練して対応させることは、現代の高度に専門化された軍事においては、2015年5月現在では、対外的な国防をもっぱらの目的とした組織は存在しない。 国境紛争を抱えるニカラグアはコスタリカが軍を展開しているとしばしば非難している。コスタリカは1983年に衛星非武装充実を門へ大統領が宣言している。1980年代を通して繰り広げられた隣国のニカラグアの内戦の時に民兵部隊が組織されるなど非武装原則は一時由来だがアリアス大統領によって立て直された。 一方で、米州機構の加盟国であるため、地域内安保、外交的安保両方を出た加盟国と協調関係にあり、1965年にドミニカ共和国で起きたドミニカ内戦の時には、OAS 平和維持軍の一員として武装警察を派遣している。反共の大義の下に、アメリカ軍とブラジル軍の主導する占領軍に参加し、 社会改革を求めた不安保守派の政権打倒に協力した。詳細はコスタリカの国際関係を参照コスタリカが外交施設を派遣している諸国の一覧図。政治外交の基本方針はアメリカとの協調及び反共主義である。このため1941年の真珠湾攻撃に際してはアメリカに先駆けて数軸国側に宣戦線布告を行っている。 レーガン政権によるニカラグアのサンディニスタ、民族解放戦線政権に対する反政府組織、コントラの基地のコスタリカ内設置、及びパナマの政権打倒を目指す反政府武装組織の訓練基地の設置をコスタリカ内に認めた。門へ、大統領の非武装中立宣言は、この実態に対する批判をかわす必要性から生じた政治的なポーズであったとされる。 その見返りとしてアメリカは潤沢な援助を与え、1983年から1985年の間、アメリカの対コスタリカ経済援助は、コスタリカ政府予算の1、3に達したとされる。あとに、もいえ、大統領自身も当時コスタリカの実態は、中立ではなかったと言明していたとされる。一方では、パレスチナ問題においては、おおむねパレスチナを支持する。 多数派に属しており、イスラエルを基本的に支持するアメリカとは立場が異なる。また、反共主義の観点から中国やキューバと国交を持っていなかったが、2007年6月に中国と国交を樹立すると同時に台湾と断交した。これに関連して、アリアス大統領は地元のラジオで、1990年代以来、台湾の発展途上国に対する資金援助額が、 少ない状況が続いたので中国との国交を開いたと明言している。1。その後中国がコスタリカの国債3億ベドル分を購入する覚書が交わされていたことが判明した。1948年の内戦以降、ラテンアメリカからの多くの政治亡命者や民主主義活動家の避難所となった。代表的な人物としては軍政に追われていたベネズエラのロムロベタンクールや、 ペルーのアヤデラトーレが挙げられ、エルネストラ・ファエルゲバラ・デラ・セルナや、フィデル・カストロも一時コスタリカに滞在していた。一方で、コスタリカ外交ではしばしば中立政策が国策として挙げられている。ただし、コスタリカの中立政策はあくまで民主主義の側につくものであり、非同盟政策とは異なる。2005年の年法では外交原則を平和と人権の促進であると規定している。 現在は中米諸国をはじめとするラテンアメリカ諸国からの外交官や研修生を養成している。また国際連合が平和構築のための専門人材を養成するために設立した研究機関、平和大学の本部もコスタリカに置かれている。サンファン川の境界をめぐるコスタリカニカラグア紛争も参照ニカラグアはコスタリカにとって唯一直接的な軍事的脅威となり得る国家であり、 コスタリカ内戦時など、しばしば侵攻を受けることもあった。現在でもサンフアン側の河口にあるポルティージョ島2の帰属をめぐる領土問題は解決していない。ニカラグアは、コスタリカの武装警察を軍であると明言しており、しばしば避難を行っている。ただしこの地域の緊張は薄く、両国国民は国境を自由に往来している。詳細は、 コスタリカの行政区画を参照コスタリカは7つの州に分かれ、州はさらに合計81の関東に分かれる。詳細は、コスタリカの都市の一覧を参照主要な都市には、サンホセ、リモンがある。パラマンカ産のサンヘルランドで土下の真下にあるリオサベグレカは詳細は、コスタリカの地理を参照コスタリカの地理地形図自然が豊かで、独立当初は、 国土の95%が密林に覆われていた。現在の森林面積は国土の40%以下となっている。コスタリカは太平洋から大西洋まで最も狭いところで 119km、最も広いところでも 226km しか距離がなく細長い国土だが国土の中央をグアナカステ山脈、ティララン山脈、中央山脈、 タラワンカ山脈が貫き、国土中央には標高2000メートルに達する中央盆地が存在する。国内最高峰はチリポ山カリブ海岸の低地は熱帯性気候で雨が多い。太平洋岸にはニコヤ半島やニコヤーガール、グアナカステ低地とオサ半島やドゥルセワンのある低地があり、気候は太平洋岸の南北で異なる。 地球上すべての生物種のうち5%が生息すると言われ、環境保護先進国として名高い。国立公園、自然保護区の総面積は全国度の1、4を超える。首都サンホセの街並み詳細は、コスタリカの経済を参照2013年のコスタリカの GDP は約496億ドルであり、日本の愛媛県とほぼ同じ経済規模である。 一人当たりの GDP は1万528ドルで世界平均とほぼ同じ水準にある。植民地時代には世界でも最も貧しい地域の一つだったが、第二次世界大戦後からは中米の優等生と呼ばれ、19世紀以来のコーヒーバナナの輸出を背景に政治の安定と相まって経済成長が続いた。九百六十年代以降外資導入による工業化が進み、 現在では農業国から工業国となって中米でパナマの次に豊かな国となっている。しかし1990年代以降は南米大陸の麻薬が北米や欧州に渡る際の中継地点とされた影響で麻薬の一大消費地となってしまっており治安の悪化と社会の不安定化が進んでいる。主な輸出品はコーヒー、バナナ、砂糖キビ、パイナップル、 メロン、コンピュータ部品などである。コンピュータ部品は1990年代後半のインテル社の進出によるところが大きい。主な国際空港としては、サンホセのフアン・サンタ・マリーア国際空港と、リベリアのダニエル・オドベール国際空港の2つがある。19世紀にコーヒーやバナナの積み出しのために、アメリカ資本によって建設された鉄道は、 現在観光用として残されているもの以外はほとんど廃線となっている。羽を乾かす安因が詳細は、コスタリカの観光を参照1980年代から2008年あたりまでは、エコツアーの人気の高まりとともに観光客及び観光収入が増加している。しかし、首都サンホセと周辺地域では麻薬絡みの犯罪が多発するなどの課題もある。サンホセ市内、 編集コスタリカ国立劇場国立劇場サンホセの中心部に位置する1897年に建設されたルネサンス様式の劇場文化広場国立劇場に隣接した広場で大道芸人のパフォーマンスや音楽家のコンサートが開かれ市民憩いの場となっている黄金博物館文化広場の地下に位置し2万点に上るコスタリカの先住民たちの金細工が 収められている。独立記念塔コスタリカの独立記念日、9月15日には、盛大なパレードが行われる。カルタゴ市内、編集カルタゴ大聖堂1926年に、再建されたビザンチン様式の大聖堂を。コスタリカの守護聖徒ロスアンヘルスを建て祭る。カテドラルカルタゴカルタゴ大聖堂前にある1823年の、 イラス火山の噴火で破壊されてしまった教会の遺跡。ランカスターガーデンコスタリカに自生する800種以上のランがコレクションされているラン園。ン。おし教会1735年に建設されたコスタリカ最古の教会。グアヤボ国立考古学公園17世紀にスペイン人によって建てられたコスタリカ最初の教会があった場所で、現在は公園として開放されている。 イラス火山国立公園、イラス火山山頂からは、太平洋とカリブ海を同時に望むことができる。詳細は、コスタリカの人口統計を、参照1961年から2003年までの、コスタリカの人口グラフコスタリカ国民は自らを、ティコティコ、または、ティカティカと呼ぶ。コスタリカ国民は、他の中米諸国とは異なり、白人の割合が多いとされ、人種構成は、 白人94%、黒人3%、インディヘナ1%、中国系だとされている。独立後に、イタリア人、ドイツ人、ユダヤ人、ポーランド人などの白人移民や、ジャマイカ国人の移民があった。しかし、植民地時代のコスタリカは、人口規薄地帯である以前に、そもそもヨーロッパ人の入植者の絶対数が少なく、一度として、インディヘナや、 黒人の総数を上回ったことはなかった。つまりコスタリカの白人人口の多さに関しては、生活様式や言語がスペイン化したメスティーソやムラートがある時期に自らを白人であると認識するようになったと考えるのが妥当である。19世紀半ばに鉄道建設のためにサトウキビから経済の転換を図ったジャマイカの黒人や中国人が導入され、 ジャマイカ国人はカリブ海側のリモンに定住した。一方中国系は台湾人、香港人をはじめとして、現在もコスタリカ社会に流入し続け、都市での飲食店などにおける存在感は高い。しかし、コスタリカでの黄色人別種は強い。インディヘナは居留地が指定され、事実上の隔離政策が適用されているが、それでもコスタリカ社会に出てきている人も多い。 インディヘナには1992年にようやく選挙権が付与された。コスタリカは多くの難民を受け入れ、多くは隣国ニカラグアとコロンビアからの難民である。特にニカラグアに関してはコスタリカ人口の10の15%を占めているとされている。近年はペルーやベネズエラからの難民が多い。また、1970年代から1980年代は、 軍政に苦しむチリやアルゼンチンからの難民も多かった。独立時に6万5000人ほどだった人口は1892年時点でも24万人ほどに過ぎなかった。その後20世紀を通して順調に人口増が続き1960年代には100万人を超え1950年代以降の乳幼児死亡率の 改善や難民の流入などにより急速に人口が増加し、2003年3月時点で415万人。人口密度は80人、平方キロ。都市部への人口集中が進んでおり、約65%が都市に居住している。言語はスペイン語が公用語である。コスタリカのスペイン語には、標準コスタリカ方言とニコヤ方言の2つの方言があり、 ニコヤ方言はニカラグアの方言とアクセントがとても似通っている。19世紀にジャマイカから黒人が移民してきたカリブ海側にはジャマイカ英語を話す人々もいる。グレシアの金属の教会カルタ語の古い大聖堂、詳細はコスタリカの宗教を参照宗教はカトリック教会が85%、プロテスタントが14%、その他が1%である。 1949年憲法でカトリックが国境として保障された敬虔なカトリックの国で未だにカトリック教会の政治力が強く妊娠中絶の不可能や家族制度の問題、性教育の拒否などコスタリカ社会に大きな影響を与えている。アジアや中東からの移民によって持ち込まれた仏教やイスラーム教、ユダヤ教、ヒンドゥー教なども信仰されている。 末日聖徒、イエス・キリスト教会も1960年代から地道な拡大を続けており、中央アメリカに2つしかない教会のうちの1つが、エレディア県のサンアントニオデ・ベレンに存在する。詳細は、コスタリカの教育を参照1から2年の修学前、教育を終えた後、6年間の初等教育、3年間の前期中等教育があり、この9年間が無償の義務教育となっている。 その後、後期中等教育は、技術科と学術科に分岐し、技術科は3年、学術科は2年で終了する。学術科を卒業すると大学への進学の道が開ける。コスタリカは、現行の1948年憲法で、教育予算に国民総生産の6%以上を充てることを義務付けており、国公立の教育機関での教育費は、 初等教育から高等教育に至るまで無料である。国民の識字率は95.5%であり、アルゼンチンの97%、キューバの99%と並び、中南米を通じて非常に高い。高等教育に関しては、最初の大学が設立されたのが1940年と遅かったため歴史は浅いが、それでも現在までにコスタリカ工科大学や、 ナショナル大学、国立遠隔大学などの多くの大学が設立されている。現在のところ目下の問題は教室の不足、教員への給料の支配、教育とカトリック教会の関係などである。コスタリカ市民は命や平和や、だが現実のコスタリカは第二次世界大戦後幾度かの戦争に巻き込まれ、1965年のドミニカ共和国の内戦では、 主体的に紛争に警備隊を派遣したこともあった。また、コスタリカの辞任係数は国際連合の調査で0.499と決して低くはない。黒人や先住民、アジア系市民、ニカラグア人難民に対しての偏見や差別は未だに根強いとされ、保護区への隔離政策が取られたために1990年代まで先住民に公民権は存在しなかった。また、 国家とカトリック教会の結びつきの強さや、そこから来る宗教的倫理の強さは、間接的に非政治の増加などの諸問題に影響している。これらはコスタリカにとって解決されるべき諸課題であるとの意見もある。2018年、コスタリカの憲法裁判所は、同性婚を妨げる国内の法律は違憲であるとの判断を下した。これを受けて2020年5月26日、 コスタリカ国内では同性婚が合法化された。中米で同性婚が認められたのは初めて。司法警察が発表した犯罪統計によれば、コスタリカの主な在種別は、殺人446件、強盗12009件、強姦471件、侵入等7149件など依然として犯罪率が高い。常備軍を廃止した代わりに、 十分な警察力を有するコスタリカは一般に、中南米地域の中では、政治、経済とともに、治安も安定した国と見られていたが、1990年代以降は、不法滞在者の増加、組織犯罪グループの流入、住所持者の増加、麻薬の蔓延等により、治安が悪化し、首都山補世市及びカリブーミ沿いのリモン市を中心に、犯罪が多発している。首都山補世では、 犯罪者集団同士の銃撃戦が勃発しているほか、拳銃を利用した強盗が多発するなど、銃器が反乱している。コスタリカはコロンビアなど南米からの麻薬が、欧州やアメリカに運ばれる、際の中継地点であるだけでなく、麻薬の集積地及び消費地にもなっている。特に、コカインを収量は年々増加の傾向をたどっており、一度に、 数百キログラム単位で押収されることも多い。麻薬組織が直接関与する犯罪のほか、麻薬の購入資金欲しさに起こる強盗や殺人の増加も問題になっている。詳細は、コスタリカの文化を参照コスタリカ国立劇場内部。コスタリカ人は、メソアメリカ文化と南アメリカ文化の結節点だったことにからなる、自国の多様な文化を誇る。16世紀に、 スペインのコンキスタドールがやってきた時には国土の北西のニコヤ半島がナウアトル文化の影響を受けており国土の中央と南部はチブチャの影響を受けていたしかしインディヘーナはスペイン人による薬病や国史によりほとんどが死んでしまったため近代においてコスタリカ文化に影響を与えたことは少なかった大西洋側には17世紀から18世紀を通して 黒人奴隷が労働力として移入された。しかしながら多くのアフリカ系コスタリカ人は19世紀にカリブ海のリモンから中央盆地に向かう鉄道建設のため移入されたジャマイカ系黒人である。イタリア系と中国系の人々もこの時期に鉄道建設のためにやってきた。このような多様な人種によりコスタリカの文化は育まれた。なお、 子供も巻き込んだ一番のお祭りがサッカーと共に国政選挙という国である。1930年頃に発見された巨石球群は最大のもので直径2.5メートル以上、重さにして20トン以上のものもあり、数個から40個ぐらいがまとまって発見された。詳細はコスタリカ料理を参照とうもろこし文化圏の国である。米、豆、 トルティーヤなどが主に食べられている。詳細は、コスタリカの音楽及び、ラテン音楽を参照よく知られている、トリニダード等のカ、ロック、サルサ、ソカ、メレンゲ、クンビアなども人気である。コスタリカで最も盛んなスポーツはサッカーである。主なプロクラブは、デポルティーボサプリサ、リーガデポルティーバ・ラフエレンセなど。コスタリカ代表チームは、フィファワールドカップ1 9 9 0年、 イタリア大会で初出場し、初出場ながらベスト16に進出。以降2002年日韓大会、2006年ドイツ大会、2014年ブラジル大会、2018年ロシア大会に出場した。ブラジル大会ではグループリーグを勝ち抜けベスト16に進出し、準々決勝まで勝ち上がった。また、サーフィンも盛んである。西は太平洋、東は カリブ海に面しており、ボカバランカや、ビッチーズロックなど、世界的に有名なサーフポイントが存在し、アメリカをはじめ、世界各地からサーファーが集まる。詳細は、コスタリカの世界遺産を参照コスタリカ国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された、自然遺産が3件、文化遺産が1件存在している。政府日本政府観光その他、ありがとうございます。